ハリー・アルフレート・ロベルト・クプファーは、ドイツのオペラ演出家。ハリー・クプファーの破壊しドロテイエンシタッと、ボチベルリン・ベルリンで生まれる。東ドイツでキャリアをスタートする。1953年から1957年、ライプツィヒの、ハンス・オットー演劇アカデミーで演劇を学んだ。1958年には、ハレ州立劇場の演出助手となり、ドボルザークの、ルサルカを演出してデビュー。 1958年から1962年まで、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、シュトラールズンと劇場のオペラ部門の責任者を務めた。1962年から1966年までは、カール・マルクスイコール・シュタットで、オペラ演出家、カール・リハの下で、同じ役割を果たした。1966年から1972年まで、バイマール国立劇場のオペラ監督、 1972年から1981年まで全パーをオーパーのオペラ監督を務めた。ドレスデンでは彼が国際的に知られるようになった重要な演出作品が数多く生まれたのいくつかの作品の初演など。1971年にはリヒャルト・シュトラウスの影のない女でベルリン国立歌劇場で初演出を行った。海外での最初の仕事は 1973年にグラーアーツ歌劇場で上演されたリヒャルト・シュトラウスのエレクトラであった。1977年から1981年まではドレスデンのカール・マリア・ホンウェーバー音楽大学の教授を務めた。1981年にはベルリン・コー・ミッシェ・オーパーの主席演出家となり、ここでの活動によりヨーロッパで最も前衛的なオペラ演出家としての評価が 定着する。特にモーツァルト・チクルスの上演では高い評価を得た。2002年にブリテンのネジの回転を演出し話題をさらい、コーミッシェ・オーパーに別れを告げた。彼はこの作品でバイエルン演劇賞を受賞した。彼は175を超える作品を演出しており、特にリヒャルト・シトラウス、バーグナー、モーツァルトは彼の主要なレパートリーであった。バイマール、 ドレスデン、ベルリンでの活動に加えて、グラーツ、コペンハーゲン、アムステルダム、カーディフ、ロンドン、ウィーン、ザルツブルク、バルセロナ、サンフランシスコ、モスクワ、チューリヒ、そしてドイツ民主共和国時代の西ドイツでも、ゲスト出演した。バイロイト音楽祭では1978年に、サマヨエル、オランダ人、1988年から1992年に、 ダニエル・バレンボイム式のニーベルングの指輪を演出し、大きな評価を得た。1986年のザルツブルク音楽祭では、クシシュトフ・ペンデレツキと共にオペラ、ダイ・シュバルツ・ェ・マスックの台本を書き、1986年のザルツブルク音楽祭で世界初演した。彼はミュージカルの分野でも成功を収めた。1992年には、 アンデア・ウィーン劇場でピア・ドゥーベス主演のミュージカル、エリザベートを上演。バルセロナのリセウ大劇場で彼は2003年から2004年にかけて再び、ワーグナーの指輪を上演し、最優秀演出家に選ばれた。クプファーの近年の演出作品には、2014年にザルツブルク音楽祭で手掛けたリハルト・シュトラウス、バラの騎士がある。同作品は2016年にミラノスカラザでも、 上演された。最後の演出作品は、2019年春に、コーミッシェ・オーパーで上演された、ヘンデルのポーロである。彼は、クラウディオ・アバド、ペーター・ギュルケ、ボルフ・ガングルナート、ゲルト・アルブレヒト、ハンス・フォンク、ヘルベルト・ブロムシテット、ダニエル・バレンボイム、ロルフ・ロイター、セバスティアン・バイグレ、コリン・デイビス、シモーネ・ネアング、ズービン・メータなど、 数多くの重要な指揮者と共演している。彼と一緒に仕事をした舞台美術家には、ラインハルト・ツィンーマン、ベーター・ザイコラ、ワレリー・レベンタール、ビルフリート・ベルツ、ハンス・シャフェル・ノホ、フランク・フィリップ・シュレースマンなどがいる。また彼は、ベルリン芸術アカデミー、ハンブルク自由芸術アカデミーの一員であり、ベルリン芸術大学で教弁を取り、更進の指導に当たった。2004年には、 元国立歌劇場監督のハンス・ピシュナーの提案により、ベルリン・ウィーンの欧州文化ワークショップの正式な名誉会員に任命された。2019年12月30日、ベルリンで長い闘病生活の末に死去した。84歳ボーツ。夫人は、声楽家、音楽教育者のマリアンネ・フィッシャー・クプファー。娘に、女優のクリスティアーネ・クプファーがいる。 ハリー・クプファーの作品はバルタン・フェルゼンシュタインが開発したリアルなムジーク・ターターの伝統を受け継いでおり、特にベルリン・コミッシェ・オーパーでの上演で経験したものである。彼の作品は全体を大まかに捉えるのではなく、作品の意味合いから解釈を綿密に論理的帰結へと導いて展開していくのが特徴である。舞台の各シーンでの出来事、葛藤、 アクションの劇的な意味付けは、スコアとキャラクター間の関係から論理的に認証される。歌手とコーラスとのリハーサルを区別して行うことで、彼の作品の特徴である生き生きとした信頼感が生まれた。ジョルジオストレーラーの人間劇場の考えに賛同したのである。そうして彼は、ブレヒトの弁償法的演劇の手法に従って、常に歴史的、 政治的文脈の中に登場人物を配置し、彼らの行動を決定づけていた。英語版ウィキペディアでは1967年、ドイツ語版ウィキペディアでは1966年となっているが、バイマールが1966年までとなっていることから1966年としている。英語版ウィキペディアでは1982年、ドイツ語版ウィキペディアでは1981年と、 なっているが、ベルリンコーミッシェオーパーに移ったのは、両語版とも1981年となっているため、ドイツ語版を取った。ありがとうございます。